フルスト原遺跡フルスト原遺跡は沖縄県石垣市大浜にある遺跡。1978年3月3日に国の史跡に指定されている。フルスト原遺跡は石垣島南部の大浜地区に位置する。宮永湾を望む標高約25メートル、丘陵東側の高さ約20メートルの丘陵上にあり、史跡としての指定面積は12.3ヘクタール。 周囲に、産後生石海岸を望みした石壁を巡らし、敷地内には15基の角上の石類以降、ほぼ、温竹跡,跡などが確認されている。敷地からは、中国製陶磁器や、八重山焼きの破片が出土している。石類以降は、城の特徴を備えているとも考えられるが、生活用品が多数出土する一方、武器が見当たらないことなどから、近年の研究では、 屋敷囲いの石垣としての性格が強いと考えられている。古くから親焼赤八の居城跡であると言い伝えられてきた。親焼赤八は15世紀に八重山列島に拡挙した豪族の一人で大浜を本拠としたが1500年に親焼赤八の乱を起こして琉球王国の昇進王に討伐され、以後八重山列島は琉球王国の支配下に入った。 フルストゲン遺跡を公家赤アの居城とする資料はないが、公家赤アが住んだとされる大浜地区には他に城跡が発見されておらず、琉球王国の歴史書であるキュービにおいて公家赤アが剣相を追い、大会に面して人。ただし、近年の発掘で遺跡の存続年代は14世紀から16世紀後半と見られており、この遺跡は、 おやけ蜂が活動した15世紀後半以前から存在していたことが分かっている。フルストゲン遺跡の石竜遺構は、第二次世界大戦中に隣接する海軍石垣島、南飛行場の爆弾痕を埋めるために持ち出されたり、畑に利用されたりするとをされていたが、発掘調査で遺失味の基礎部分が確認され、1992年からの保存修理事業によって、 15基中7基の石積みが復元された。また、2016年度から外貨にインフォーメーション広場、駐車場、芝生広場を備えた広場の整備が行われている。石垣空港は2013年に新石垣空港の開港に伴い共用廃止され、跡地の再開発が計画されている。空港跡地のうち、この遺跡の南側に隣接する旧空港北東部は歴史、 文化ゾーンとされ、博物館や石垣市伝統工芸館の移転等が予定されており、フルストゲン遺跡と一体的に整備することが計画されている。ありがとうございます。